はい皆さんお疲れ様です今回は空気圧まあ空気圧はですねあの適正値がどこにあるかっていうのは、まあ、全然結論が出ないわけじゃないですか。で結論が出ないなのままでいくのかなと思ったらこんなもんが。 こんんなもんが出ましてこれあの2年ぐらい前に私が買ったのかなこれタイヤウィズってやつねリアルタイムで空気を測ってあのこ,れはここにもついてますけどねここについててこう,こうなっててっていうやつでここにバッテリーがあってでここにスマホをつけておくとリアルタイムで、えー、空気圧が今いくつってのわかるやつなんですよ。割と車ではまあ 今は一般的と言いますかね後付けでどうにでもなっちゃってで特許も切れてるらしくって中華製の安いやつなんかもいくらでもあのアマゾンなんかで買えるんですけども、まあ、自転車じゃなななかか見ないですねだから車用が売ってるってことは要はベーシキバルブでよかったら、まあ、あの改造しちゃえば多分自転車にもどうにか付けることができるっちゃできる。 じゃないのかな多分 12V で駆動するでしょうから 12V バッテリーをどうにかつけちゃうと車用を自転車で活用するっていうのも今,今ではできる時代になってるはずだけど誰もつけてないですね私以外つけてる人を全く見ないんですけどもで街を走ってても見ないですね一切見ない。うん、不,思議不思議です でななんでね私はこれに注目してるのかっていうと、えー、リアルタイムで見えているっていうことは他のセンサーと組み合わせるとそれからあとは解析をすると、えー、コンピューターで解析するとね適正圧っていうのがきっと出てくるはずなんだよね。 えー、圧がどうなってるかっていうのをリアルタイムで計測していってそれからあの振動があの、まあ、振動計つけておいて、まあ、振動計どこにつけるのかなハブ軸なのかもしくはヘッドたりなのかもしくは、えー、車体の中心なのか、えーまあ、それはどこにするかっていうのは議論があるとしてもどっかにつけておいてそれで、えー、適切な吸気圧ってのが出てくるはずなんですよ。でそれをね どういう考えから出してくるかっていうと空気圧を変えると転がり抵抗が変わるっていうふうに言ってるじゃないですか。であれね転がり抵抗って実際どう,どういう抵抗なのかっていうと1個はですね <laughs> ヒステルシスンって言って、えー、タイヤがこう変形して戻るでその時に熱が出てだから熱が出るってことは要はロスをしてるんですけどそのロスとあとはですね あの揺れちゃってロスっていうんです。だそっちのあのその2つのロスがあるんですね。で、1個のロスあのヒステリシスロスを減らすには圧を高めていっちゃえばいいわけ。 で高めていっちゃうと今度どうなるかっていうと実際道路を走ると道路はこう凸凹ですんでガッチガチのタイヤでその凸凹のを走ると結局こう揺れちゃう揺れちゃうとそれはロスになるでだかっていうことなんですよあの空気圧を高く持っていくとヒステリシス損は減る。 だけどもう一方方のなってロスする方それはインピーダンスとか言うんですけどインピーダンスの方が今度は増えていっちゃうってなってだから圧を下げるとインピーダンスは減る圧を高くするとヒステリシスの方は減る。 でその均衡点っていうのがどっかあるこうグラフにするとどっかが交差する点があってそこの、えー、ベストななところってのが求められるはずなんですねで今のところそれを皆さん勘でやってたいとかするんだけどこれで分かるはずなんだよこいつを使うと。 こいつを使うと分かるは何,何をもって分かるのかっていうとあの単純につけりゃ分かるんじゃなくてそれで計測してっていつものコースを何度も何度も往復してるうちに、えっと、適正圧ってのに修練させていくプログラムっていうのは組めるはずなんで、ね、私みたいな素人が考えたってああそういうプログラムはできるんだろうなっていうのはあの分かるわけ。で 今はさ、あの、このバイクにも付いてるけれど、あの、私の場合はこれ、パイオニアのペダリングモニター付けてるわけね。で、このペダリングモニターは、センサーを何使ってんのかっていうと、このクランクにセンサーがある。それから、えー、っと、ここ,こに、あの、ハブ軸のところに、あの、回転。 を見ててるセンサーがあってそれから心拍計をつけてっていうんでそのデータが全部ここに入ってってっていうふうになるんですよ。それとあの GPS で位置情報とかもこう全部入っていくわけですけどもそっからあのまあそれをデータをワわっと入ってきたのを今度はあの、えー、サーバーに上げてそれで。 解析してっててっっいうのをこうやってそれで解析したデータをこうグラフを見てみてああだなこうだなって,こう見てやっていくわけですけどもそのものすごいデータを使いいこななすすす自体すごい大変なんですよそこそこ頭のいい人が一生懸命やらないとこれは買うだけ無駄になるっていうやつなのね。でさっき言ったその空気圧の適正化っていうのはおそらくプログラム側で 適正やすいくつってまで出してくれるところまでいけるんだよねプログラムを作っちゃえばそのくらいに単純に役に立つあのだから使いこなす側が大したスキルも適正も何もなくても非常に効果的なものができるはずなんですよだけどないで技術的にはできるだけどないうん不思議 なんでだろうな <laughs> んでだろう皆さん適正圧知りたくないですかで適正圧っていうのはさっき言ったように転がり抵抗を考えたって 均衡、えー、点というのはこう見えてくる。それからその均衡点の交差する点をずらすには一番効果が出るのはタイヤの太さなんですよ。でそれ以外にはあのタイヤの硬さとか、えー、ゴムの厚みとかな,なんだかんだ。あとはあのフレーム側で吸収するとかそういうのもこうあるわけです。フレームとかねホイールとかで振動を吸収するとかそういう点もあるんですけどそれよりか何より効くのはやっぱり空気圧なんですよ。 空気圧がめっちゃめちゃ効くんで他のファクターっていうのはね実は少ないわけあの空気圧の空気,じゃないあの空気抵抗の件でも言ったでしょ自転車を AR にしたって大して効果がなくてあて自分の人間のこうポジションなり何なりをこう適正化した方がよっぽど 効果が上が上るっていうのと一緒で、うん、タ,イヤタイヤっていうかその振動を吸収するっていうのも、えー、空気圧に依存する分がものすごく大きいわけね。であの吸収しきれないものはど,どうするかっていうとそれはタイヤの太さを変えるというところに行き着くわけよ。でそれ以上になると今度はもうサスペンションにするしかないんだけども、まあ、ちょっとサスペンションの件は置いておいて結局空気圧なの。 太陽の空気圧これが肝心でその空気圧が謎のままというやつなんですよね。で適正圧っていうのは絶対出てこないのよ。な,なんでかっていうと走る路面にも依存するし体,体重にもよるしなんだかんだってファクターがいっぱいあるわけ。だからうんとこれが絶対正しいですっていう1個の答えっていうのは絶対に出てこないわけですよ。だからそそれはその人個人個に合わせた えー、適正圧ってのを出せるわけあるコースを走る時にあるコースをうーその人にとって適切な適切っていうかなその人が走りたいもしくは走れる速度で走った時に、えー、一番適切な空気圧っていうのがいくつですっていうのを、えー、計測して出すことは ででききるるるんだよねできるよねうになってるはず技術的にはできる技術的にはできるんだけど今のところそれをやってるっていうのを全く聞いた時がないっていうのがまあ実に不思議なんだよねで他の車とかねオートバイのレースなんかではこれをきっとやってるんだよやってるんだけどそれよりも劇的に効くのは自転,車なんだよ自転車は効果がめちゃめちゃ上がるはずなんだよねこれをやると。 適切な空気圧がわかると、えー、非常に快適になるっていうのはもう見え見えなの見え見えなんだけど誰も手を出さないで相変わらず経験とかでやってるというこのね不思議な、えー、現状があるというのをねちょっと皆さん知っておいてください。